りさ、一人かくれんぼって聞いたことある？人形とか使ってあるやつよ。お前が鬼って昨日の夜学校に忍び込んでやったやつがいるらしいよ。お兄ちゃん、なんか変なことに巻き込まれたんじゃ。一人かくれんぼの正しいやり方をどんどん変えて呪いとかかけられるんだって。一人かくれんぼをする人をネット上で募集する掲示板らしいです。黒川薫って覚えてますか？6年生の時同じクラスにいた女の子です。そんなやついたかな。